鳥山石燕、今弱百鬼奇襲より、鬼一口鬼一口とは、日本の説話において、鬼が一口にして、人間を食い殺すことを言う。代表的な話として挙げられているものに、平安時代初期の歌物語、伊勢物語第六段の、芥川の段がある。ある男が何年も女のもとへ通い続けていたが、身分の違いからなかなか結ばれることができなかった。ある時、 男はついにその女を盗み出したが、逃走の途中で、夜が更けた上に雷雨に見舞われたために、とじまりのない蔵を見つけて、女を中へ入れ、自分は弓矢を手にして、蔵の前で番をして、夜明けを待った。やがて夜が明けて、蔵の中を覗き見ると、女の姿は、どこにもなかった。女はその蔵の中に住んでいた鬼に、一口で食い殺され、 死に際にあげた悲鳴も雷鳴に書き消されてしまったので、ある。鳥山石猿は、妖怪画集、今弱百鬼周囲に、鬼一口と題してこの話を描いており、解説文では、男は、有原ワラの成平、女は、藤原隆子としているが、実際には、伊勢物語には、男女の名は、明記されておらず、これを、有原ワラの成平らの物語とみなすのは、俗解とされている。 他にも、平安初期の説話集、日本芸域には、男女が、人よのちぎりを結ぶが、実はその男が鬼で女を食べてしまう話、平安末期の説話集、根弱物語集には夜道を歩いていた女たちの一人を、男が突然連れ去り、その男が、実は鬼で、女を一口で食べてしまうという話がある。このように、鬼一口の話が多いのは、戦乱、災害、 飢金などによって人が命を落としたり消息を絶ったりしたことを異界から現世に鬼が現れて人間を奪い去っていくものと解釈したとの説がある。ありがとうございます。